こんにちは、春です。いつもご視聴、ありがとうございます。皆さんは、一人が好きな女性を見てどう思いますか？イメージでは、寂しそうだったり暗そうだったり、その反面、一人で行動していてかっこよかったり、頼れそうなイメージがあったりだとか、あなたはどんな印象を持たれますか？今回は、一人が好きな女性の特徴をご紹介します。意志が強く他人に依存しない。女性って何かと群れたがる生き物ですよね。何をするにも誰かと一緒じゃないと無理という方が多いでしょう。そんな女性たちの中で一人が好きだと公言するのにはかなりの勇気と強い意志が必要です。大きなお世話ではありますが、ちょっと変わってる、友達もいなくてかわいそうという視線を向けられることがほとんどですからね。また女性が誰かと一緒に行動する一つの理由に、一人では心細いというものがあります。誰かと一緒なら困った時助け合えるし、初めての場所でも気遅れする気持ちが和らぎます。そこをあえて一人で行動する女性には他人に依存しない強さがあります。人の目を気にしない。一人が好きな女性は基本的にあまり人の目を気にしません。そもそも人の目が気になるのなら一人では行動しません。全く気にならないと言ったら嘘になるでしょうが、それは彼女たちの行動に制限を与えるに至らない程度のものです。彼女たちの行動に影響を与えるものは自分の意思です。これがやりたい、これを見てみたい、ここに行ってみたいという素直な欲求だけが彼女たちを動かします。 SNS のいいねを得るために行動することはまずないと言っていいでしょう。人に羨ましがられるより自分が楽しいと思えることが何倍も大事だと彼女たちは理解しています。他人に左右されない楽しさを知っている。女性同士で一緒に旅行に行くと、自分は本当は美術館に行きたかったのに、友達が動物園に行きたいと言ったので我慢してついて行ったなんて経験もあると思います。一人が好きな女性は一人で行動するからこそ味わえる楽しさをよく知っています。好きな場所に好きな時間に行けるし、自分の都合で変更も可能。誰にも遠慮する必要はありません。一人だからこそ、旅先で現地の人と親しくなれる機会が増えたり、観光名所をじっくり、落ち着いて眺めたりすることができます。自分自身を見つめ直す、良い機会にもなります。こんな楽しい機会を、他人に奪われたくないと、彼女たちは考えているのです。現実とは別の世界を持っている。一人が好きな女性は、一人でじっくりと何かに取り組む傾向があります。誰かと一緒に行動すると、集中できないというのがその理由の一つ。集中するということは、その世界に入り込んでいくということです。その瞬間、そこには彼女だけの、別の世界が存在します。そこには他の誰も入ってきて欲しくないというのが、彼女たちの本音です。ちょっと危ないんじゃないかという意見もありますが、本人たちは誰にも迷惑をかけるわけではないし、自分が楽しいんだからいいんじゃないとその世界を謳歌しています。無理やり入り込もうとすると絶縁状を叩きつけられる可能性があります。以上が一人が好きな女性の特徴です。かわいそうと思うのは周りだけで、本人は結構楽しくやっているんだということがこの特徴からもわかりますよね。友達同士での行動も楽しいのは楽しいでしょう。でも無理に輪の中に入れようとせずに見守ってあげることがベストな対処法ではないでしょうか。ご自身がこのタイプだという方もいらっしゃるでしょう。一人が好きということはもはや特別なことではなくなりつつありますが、まだまだ偏見も多いものけれども、このタイプの方が無理して群れようとしても毎日がただつまらないことの連続になってしまうだけです。迷わずに自分自身の道を貫いてください。